スマッチ。ランクマッチか。じゃあ次ランクマッチ行きましょうか。ランクマッチ行きましょう。あんまりランクマッチやったことないんですけどね。あんまりっていうか多分初めてかもしれない、ランクマッチやるのは。え、敵いないのに、敵いないのにそれ叫んでんの。いや、あのさ荒ぶりすぎじゃないですかまあチームデスマッチってこういう人がいるからね。クローズ見えへん、見えん、見えないあのスモーク焚かないで、見えないから本当にね。もう、あ、もうこれで晴れるからいいんですけどね。ゴーゴーゴーということで、 We can win this、 We can win this、 勝てるぞ。さすがですね。さあ早い段階で敵の足元のところまで到達してしまいましたので、はい、おはようございました。うーん、なんで、嘘なんで、待ってそんな狙ったように来るの、待って、びっくりした、めっちゃ、めちゃめちゃびっくりした今。なんでなんでだよ、待って、めっちゃびっくりした今。今の人すごいね。最初から UAV 出てたかのように敵の位置見透かしてたでしょ。俺の位置そんな分かりやすかった？死なない。なんで死なないんですかね。僕の武器弱いですか。よし、オッケー。やった。チェンジングマーク。よし、オッケー。二人切った。さらにもう一人行くぜ。さあ、そして UAV ドカン。敵さんどちら、この上か、この上か。あの、その敵はあの人に、2人に任せましょう。ナイスです。よし、ダブルキルやりましたね。いや、あ、メジャーキル、メジャー、あれ出されたのか。あれ出されたらたまんねえな。よし、ミサイルターレット、ぶっちゃけ今出す必要ないんですけどね。とりあえずミサイルターレット、これあれなんですよね、レイジーはドリームじゃなくて、あ、だっけレイドボトルかなんかの時にしか使わないんで、基本こっちで使うことあんまないんですよね。あ、ダメだ、当たんねえ。この距離で当たるわけがねえんだな。32対15、これは勝ち確ですかね。もっとあれですかね、リアクションとかあった方がいいかな。あこの蜂苦手なんですよ俺。いたらやだなとか思いつつ、いたよいたよ、いたらやだなとか言いつつ、つったらいたよ、ちくしょう。あー、やばい、もう、あー、まずい、通信状況が悪い、あんまり通信状況が良くないようで。あー、どこにあるんだあれ。ひえ、ナイス敵さん、あれやられてるじゃねえか。はい、おはよう、さよなら。あー、待って、これ敵に狙われるやつだからやめて。あ、勝った、やったー。おー、お、日程が、わお、マッチに行きましょうかね。こちらですね、ランクマッチ。はい、
あんまりやったことないんですけど、あ、でもね、やったことないというか初めてなんで、なんとも言えないですけど、じゃあ、いきます、ランクマッチ。やったことないんで、何が起こるか分かりませんけど。チームデスマッチ、クロスファイア。ベテラン、ルーキー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 。一人だけベテラン。一人だけベテラン。ランクマッチ初めてやりますね。さて、さあ ASM10 で相手を溶かしていきましょう。敵を溶かしていきましょう。ランクマッチ2回やったら、動画は終了にしましょうかね。あんまり長くてもしょうがないんでね。あ、で、そう、ずっと話しなかったんですけど、この実況ね、コールオブデューティーモバイルの実況を始めたきっかけなんですけど、おっと、横か。始めた理由なんですけど、まあ昨今のね、コロナウイルスうんぬんかんぬんの関係で、外に外出してね、あっ、スナイパーナイス、いろんなとこ見てんな。外出が厳しくなったじゃないですか。それでまあちょっとね、ああ、なんで、今どこから見てた？いやー、見てるなー。すごいなー、とんでもねえキルカメだ。俺の姿なんかほぼ見えてなかっただろうに。マジでどこ見てんだ、スナイパー。さて、スナイパーを倒したいんですけど、もうスナイパーは来てるかな？もうスナイパーは死んでるかな？あ、いたわ。よし、いた！よし、やったぞ。スナイパーを倒した。10対9。あれ、そう、このコロナウイルスの関係でね、外に外出し撮影ってのができなくなっちゃったんでね。そうするとね、どうしても、あ、やべえ、向こうにスナイパーが湧いてる。正面方向、スナイパー。外に撮影に行くことがね、できなくなっちゃったんでね。本当はならね、一応今動画シリーズ作成しようと思ってね、撮りに行った動画が1個あるんで、それをね、ちょっとね、上げたいんですけど、こればっか上げてもしょうがないんでね。そればっかりはね、上げてもしょうがないところもあるので、上げてもしょうがないから、全部撮り終わってないんですよね。そう。全部撮り終わってないなら、撮る必要も、と、あの、撮るというか、上げるのはちょっとためらうじゃないですか。まあ本当なら全部撮り終わってね、やりたいところなんですけど、ダメだ。ああ、うまいんですね。そう、シリーズものみたいになるはずなんですよね、多分あれ。よし、やった。そう、いや、うまっ。砂うまー。さっきからずっと「うんまー」しか言ってない。あ、じゃあ、ちなみに今日の晩ご飯は美味しかったです。 何の話してんだ。そう、コロナウイルスでね、外でね、撮影ができなくなったので、仕方なく実況動画を撮ってるって感じですかね。仕方なくっていうのもあれなんですけど、もともと撮りたかったってのもあるんで、もともとね、このコールオブデューティーモバイルの実況はね、撮りたくてしょうがなかったっていうのもあるんで。よし。どうしてもね、これはシリーズとして撮りたかったなーっていう動画をですね、まあ制作を始めたところでこの混乱なので、まあつなぎというわけではありませんが、まあどうしてもね、撮ってみたかった動画はしばらくお預けになりそうです。ああ、うわい、なんでそこにいんの？どうしてそんなところにスナイパーいるのよ。 なんか機械音が慣れない。なこれ、チェンジブラックカバビーってやつが慣れない。慣れないですね、このシリーズは。あお。
いって。おー、近くにいますね。おお、 ASM10 にかなうと思うんじゃないよ。2人は無理。あ、いけた。2人はいけた。よし、 OK。 ダメか。あー、 ASM10 にかなうと思っちゃいけないよ。横、マイガー、無理。あ、ナイスです、ありがとうございます。今スナイパーの姿を見かけたので横に逃げました。さすがにね、ここで死んでしまっては元も子もありませんから。え、待って、40点マッチじゃないのこれ。何、あ、50点マッチなんだこれ。あと3点。うん、あんまり嬉しくはないかな。 LINE が来た。やったー、ラスキルいただきました。あーい、やったーやったー。普段こんな喜ばないんですけどね。うん。どの人間より稼いでしまった。いや、プレイヤーのジムができない。ああ、失礼しました。ちょっと待ってね。こっちを、タクティカルを増やそう。コンカッション、コンカッションだな。この辺はこれでいいか。OK、準備完了なら行きます。ティーンデスマッチ、ニュークタウン。あ、ニュークタウンだ。さ、まあ、で、話ちょっと、その変わるんですけど、その皆さんはね、まあ、昨今コロナウイルスうんぬんかんぬんでね、ちょっとね、皆さん大変だと思うんですけど、コロナウイルスでね、大変なことだと思うんで、大変なことだと思うんですけども、ね、ぜひね、皆さんにお願いしたいのは、なんでそっちかよ。ね、お願いしたいのは、ぜひね、外出のね、自粛っていうのはね、どうせ自粛なんだからぐらいの感覚で収めるんじゃなくて、ぜひですね、やばい、今回結構ここ強いな、今回。ぜひですね、今回のね、このコロナウイルスのですね、外出自粛っていう、その自粛の域にとどまらず、ぜひ皆さんのね、意思で外出をね、やめていただくと。控えるんじゃなくて、外出しないっていうね、ことをもうね、心から宣言することが多分重要なのかもしれないです。宣言というかね。だから、なんて言えばいいんですかね。外出を。外出にね、なんで外出自粛しましょうっていう話になったかっつったら、それはあれですよ。めんどくせえ。まあね、我々も感染したくないじゃないですか。誰かにうつしたくないからね。会話ができねえ。言いたいことが言えない。
言わせてほしいですね。よし、マジで3発。そこにいたのね。あのマジで3発で敵解けんな、これ本当にマジで3発で敵が解ける。ヒーイヒーまずい、結構敵が強い、やばい。え、マジでそんな強いやついる？お、あだちょっとムカつく。あやばやば、これ勝てないじゃん、終わっちゃったよミントさんばっか取ってってるやばいねこれ。さてじゃあ、はい、ぜひね、あの皆さんには外出を控えるということをですねしていただきたいんです。あの控えるってね、あの自分が控えることでうんぬんかんぬんって皆さんまあやっぱ言いますけど、まあみんな自分が可愛いなら外出んじゃねえって話なんですよ自分が可愛いなら自分のことを守りたくて、自分のことを守りてんだったら外出んじゃねえって話なんですよね。自分に関係ないとかって言うんじゃねえって話なんですよ。これ70億人全人類に関係するとんでもなくえぐい話なんで、規模でかいかもしれないですけど、まあ外出ないでくださいって話なんですよ。あの仕事してるとね、あのお客さんの顔とかよく見るんですけど、あのお客、まあ、あの一応ね、あのお客さんの顔を見る場所で働いてますからね、見ますけど、あの外出自粛の例が出た土日あったじゃないですか、前回の25、26でしたっけ。あ、違うわ、それ4月だ、28、29か。まあ29に関してはまあ雪降ってたんで外出してない人もまあまあいましたけど、20はマスクをしないで外出して出かけてるカップルをね、もう10組15組ぐらい見かけたわけですね。あのちょっと待ってくれよって話なんですよ。いや、マスクがないなら仕事以外で外出するべきじゃないんじゃないのって私思うんですよね。どうしても大事な用があるときに外出するのが普通じゃないですか。こういう状況でマスクがないのに外出するっていうのは、もうそれはもうこのコロナウイルスを甘く見てるとしか思えないわけですよ。だってあの時志村けんさん亡くなったんですよ。なのになんか意識甘くないですか皆さん、っていう話なんですよ。だから自宅に引きこもってこうやって動画を私撮ってるわけですしね。あ、ちなみにあのうちの大学は5月まで延期になりました。はい、5月まで授業の開催がなくなりました。これだけの非常事態にもかかわらずまだ皆さんのんきなことを言ってらっしゃる。大事な、どうしても買っておきたいものがって言って、なんか生活必需品とかなんかね、引っ越して後でどうしてもないとまずいものなのかなと思ったら CD 買いに来たっていう人もいましたからね。中にはどういうことやねんって話なんですよね。 CD は生活に必要なもんなんか、ダウンロードで済ませえろ、そういうレベル、そういう次元の話じゃないだろうこれっていう。おはようございますね。だからね、もうなんでそんなねのんきなこと言ってられんのかわかんないんですけど、なんでそんなのんきなんですかね。人の命かかってんのになんでそんなのんきなんですかねと思いながら、私はあの人を殺すゲームをするっていうねちょっともう何が何だかよくわからない。場所が悪かっただからね、ぜひ皆さんにはね、ね、自分の身を守る思い、自分の身を守るっていう、ひー、そこまでスナイパー出てきてんの。困りましたね。よし、 ASMD の威力を見やがれ。いやー、ダメだー。
また逆脇になった。まあそういうわけでね、ぜひ皆さんにはさっきから同じことしか言ってないね、言いたいことまとめてから話せって感じですよね。本当にね。おーい、よし、ちゃんと喋れないことのうさばらしを敵でするっていう。いやー、しゃがまなかった、ボタン押せなかったんですね。うーん、あいつ、なんか、そうですね、皆さんなんかね、撮ってもらいたい動画とかってあったりします？あー、まずいっすね、あんまり良くない、あんまりいい結果じゃない。おー、よし、おー、まさかおめえそれかい。まあいいや、そしたらこっちもウォーマシンでいきましょう。はい、自爆。あ、違った、やばい、最悪、敵の戦火になっちゃった、困るな。いい、あ、まずい、あいつが湧いた、あー、あれが湧いたか。いってえな、クソ野郎、いってえな、この野郎。いや、二人、エイムが安定しません。やったぜ、やったけどダメだ、負けだ。やったけど負けた。よし、ルーキー2になりました。やりました。これで進行ができました。さて、実況を終わらせていただきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また見てね。